そうそうそう、まあ、そんなお話だったんですけれども、今日はね、バレンタインデーということで、皆さんも最近は本当にこう自分にね、頑張った自分へのご褒美ということで、マイチョコを買う方なんかも増えてきていますよね。うん、私も今日はね、何か美味しいチョコレートを探そうかななんて思っていました。あ、今日だけじゃない？そうね、あ、昨日も食べた。毎日食べてるかもしれない。どうしましょうね。ま、いつもはね、あの普通のチョコレートだとしても、今日はちょっとこう特別なね、あの高級チョコレートをね、自分にご褒美としてあげてもいいのではないでしょうか。うん、ね、ね、あね、マカロンもいいですし、マシュマロも食べたいですし、まあ、探しに行こうかななんて思っていました。皆さんもね、こう自分を甘やかす時間も大切にしてあげてくださいね。あ、そうね、チョコレートのリポートもいただければ番組内でもきっとご紹介できるタイミングが多くあります。ありますと一回言っちゃった、あるかと思いますので。皆さんもね、あのどんなリポートでもいいんですよ。受験生の皆さんは、まあ、キットカットとか嬉しいですよね。まあ、そういったねエピソードなどもお待ちしております。はい。ね、ね。はい。